にちは。こんにちは。いつもご視聴ありがとう。まだだった。こんにちは。そしたら、ひょっとして2台でできて、こっち使っていいって言っていただいたから、私の Gmail って言ったらこっちで。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、間違えた。まあ、いっか、こっちで。もう始まってんの？ライブ配信の、ちょっと待って。ちょっと待って。この Facebook は始まっちゃってるよ。始まってまーす。こんにちは。タカちゃんと一緒に配信していますよ。こんにちは。こんにちは。ちょっとこれで、これを別のアカウント追加で、こっちでこうした。タカちゃんの。はい。動画を上げる様子を撮ってます。うん、あ、源さんです。はい。宮本さん、いい笑顔ですね。何をしてるんですか？素敵です。何の設定ですか？こちらでね、あのズームのこんな感じでいつも三人で仲良くやってます。はい。はい。皆さん、こんにちは。源さんの新マシーンがすごいですね。じゃあこんな感じで頑張ります。頑張ります。なんかもう一個来た。意気込みは、意気込みはどうですか、皆さん。いや、ちょっとですね、頑張ってます。エンターテインメントをですね、日本初世界にこの愛とアートを届けてですね、日本の魅力を届けたいっていうことで、3月の9日からは、ワールドアートドバイ、ドバイの貿易センターで、開催されるワールドアートドバイに参加いたします。そのためのですね、作品を今作っております。で、日本をまあ拠点としながら世界の今まで37カ国とかいう形で交流をしてきて、で、これからですね、中東拠点を持とうというふうに考えておりまして、でここはですね、東京の日野なんですけど、今日野市の応援する店舗を3店に選んでいただきまして、文化庁さんですとか東京都さんですとか、いろんなあの方に応援していただいてやってるんですけど、やっぱりこう海外拠点をですね作って、そこで、うん、みんな、日本のみんなの魅力をですね、届けられる、あの場所を、なんつうの、開拓してこようと思ってますんで、ぜひですね、みんなと一緒にやっていけたらなと思ってます。で、そのために、こっちか、アカウントを切り替える。どうなって、これでいけるか。ちょっと待って。ごめんなさいね。そうやりながら聞いてみて。いろいろ喋るから。操作しながら。今日はこんな感じです。はい。タカちゃんは、あ、今日はですね、ここで手巻き寿司パーティーをしました。はい。手巻き寿司、美味しかったです。どうでした？美味しかったですか？もう、今日は最高に美味しかったです。うん、いつもね、皆さんの作ってくれるご飯は、美味しいんですよ。うんうんうん、もう美味しく食べてます。じゃあ美味しかったね。美味しかったです。ちょっとアトリエ、あれ、ちょっともうこっちで入るの難しいから、それは諦めよ。また後で頑張って、はい、あれ、マックでログインを承諾してくださいっていうのは来てたな、はい、ということで、はい、心当たりがあります。あ、これで大丈夫だ。たかちゃんとレナさんと源さんのも作ります。じゃあ作ります。アトリエあるから、こんな感じでした。ありがとうございま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 した。うんうんうん、わあ、素敵だ。え？これを。アトリエカフェある、進化したよね、めちゃくちゃ。進化した。これを、俺は、素敵な拠点になってるよね。
ソファーも立派で、家具もなんやかんやこの白の基調とした感じでいいじゃんね。いいね。いいよね。これで。ありがとう。みなおちゃんがいろいろ取ってきてくれたよね。うん、結構いろんなところから。なんだかんだやっぱし。いやーすごいな。ね。なんだかんだ。なんだかんだかんだかんだだよね。なんだかんだかんだかんだ。あれ？ちょっと待ってここ。なーにゃーにゃー。なんだっけ。なんかわかんなくなっちゃった。ごめんね。あ、これだ。あ、Google。新しい端末で入るとさ、うん、できる。いろいろダメなとか言われて、これでどう？お、いいよ。タイトルは？あ、なんかご本人ですよっつって。ご本人ですよ。はい、私ですよ。そしたらこっちで。はい、で、できた。できた？できた。さすが。できたんかな？わかんない。できたんかな？ YouTube これで。できたんかな。すげえな。わかんない。わかんない。できてんのないかもしれない。やめようか。わかんない。YouTube はできない。最初押したらできたら、うん、カメラの動画ってあるじゃん。うん、あれで上げる。もうこっちでやろう。こっちで、こっちの YouTube の携帯の YouTube でもうこのままやることにしましょう。お、なんか。来る？あ、それさ、なんか、うんうん、これで、ごめんなさい。ちょっと、携帯のお待たせして、でもまあ、待たせてる。で、ここでドバイに行きます、みたいな。で、今、ドバイで、松山レナの夢を。終わりて。こんにちは。よいしょ。タイトルの説明ん。どうしたらいいんだろう。撮るよ。それでいいか。かわいい。皆さんがかわいかった。本当？うん。じゃあこれで、あれ今ライブ配信、私の YouTube でも始まりました。始まった。やってみましょうか。じゃあちょっと。今日の振り返りとかちょっとやっていきましょうかね。はい、ちょっとだらだら最初始まっちゃいましたけど、はい、今日はね、たかちゃんと一緒に、アトリエにですね、こんばんは。世界を楽園にする映画監督、アーティスト、増山玲奈です。はい、たかちゃんは、PR は、たかちゃん。そうです。はい。よろしくお願いします。よろしく、たかちゃんは誰です？自己紹介だね。あ、名前は浅脇たかひこです。みんなタカちゃんって言ってるんです。なんかもっと一言で言えない？なんとかなタカちゃんです。天使おじさんこと、エンタメ応援。あ、エンジェルのタカちゃん。うん、そう、エンタメ応援。エンジェルのタカちゃんです。なんかそれ一言で自分で言えるワード、パワーワード作ろう。作る？うん、なんかポーズとか作ってさ、そういう。ポーズはこれ。はい、なんかこうエンタメで、エンタメでポーズ、エンタメでやってます。好きは世界を救うとかさ。なんかそういうオタクでもあるタカちゃんですとか、アイドルオタクで。みんなたくさんの皆さんを癒しにする、はいはい、エンジェルタカちゃんです。エンジェルタカちゃんとお届けします。はい。で、今日はですね、アトリエが、お寿司会をやりまして、しね、開催しまして、はい、岡本、さん、岡本さんがですね、音楽も持ってきてくださって、はい、で、そこで、絵もね、描かせていただいて、動物の、はい、ワンちゃんの絵とか。そうですね。はい、ご注文をいただいて、で、キスの絵ですかね。キスの絵っていうのを、なんだったっけ、買ってくださって、うん、そうですね。はい、で、大変喜んでいただいて、うん、で、岡本さん、実は音楽もされてるってことが分かって、そうですね、で、それがすごいなかなかいい曲なもんで、自分でね、曲作って。そうなんですよね。バイオリンでしたっけ？はい。それがすごく、ね、オペラも今後してみたいとか、いろんなお話伺って、じゃあ、岡本さんの音楽も今度、
なんかですね、6月の24、25、岩手の一関市で、開催予定の水と風大地の芸術祭で、じゃ披露しようかみたいな話になって、ね、トントントンといろいろ進みましたね。はい、でタカちゃんに入っていただいている増山玲奈のファンクラブのようなもの、ダイヤモンド会、はい、こちらは単なるファンクラブではなくって増山玲奈の生涯の夢である文化交流で世界平和実現っていうね、この世界を楽園にする、活動に、皆さんも参加していただくっていうことなんですね。 そこで小本さんには新たに入っていただいてありがとうございます。ありがとうございます。まだですね、実はあんまりまだ少ないから、ぜひですねこの機会に入っていただけると皆さんの夢を一緒に叶えていくっていうことができるの で、 です、ね、じゃあタカちゃんの夢は、タカちゃん会員ナンバー、あ、こうしようよ、増山玲奈ダイヤモンド会会員ナンバー1番、はい、1番で、こう天使おじさま、天使おじさまことタカちゃんですとか、エンタメ大好きオタクタカちゃんです。もう何でも。はい、タカちゃんの夢は？僕の夢ですか、うん、いろいろみんなと一緒に、うん、ラジオとか、うん、いろんな活動を一緒にやっていって、うん、一緒に出て、うん、それで、うん、まあ癒していければ、うん、たくさんの皆さんが癒していければ、うん、それが僕の夢ですかね今。たくさんの皆さんを癒していきたいの？そう、それでみんなと一緒に、うん、世界行くと。世界に行く。そうですね。世界に行くってどういうイメージですか？イメージ、うん、笑顔が届けて、うん、あ、うん、みんな明日も頑張れよ、頑張ろうかなと思ってくれれば、うん、それで、うん、いいですね。生きていければ。はい。はい、この私もね、エンターテインメントで心をなんか根本から元気にするようなそういった作品を作って届けていきたいなっていうふうに思っていて、はい、今日ね岡本さんのお話を聞いてすごいなんか共感した部分があって、彼はとても特殊な体験もしながら苦労しながら子供時代から努力されて生きてこられた方なんだけど、なんかすごい深いところでこう表現をすることで彼の心も癒されて、で私の描いた絵が本当に届くみたいな感覚を思ってですね、芸術ってやっぱり深く人の心を癒すし、その痛みを感じることができるなっていうのを思ったんですね。で、私の夢のピースアートセンター、はい、はい、私は世界で9個のピースアートセンターを作ってですね、でそこで傷ついた人たちが蘇っていくような場所を作りたいんですよ。で、それは日本にも拠点を持ちますし9カ所なんでね。で、今年は中東拠点をですね作っていこうかなと思いまして、ドバイは展示会のお仕事で行ってくるんですけど、それとちょっとね長めって言っても1週間ぐらいだけど、滞在しながら、その拠点となる場所をね見ていったりだとか、なんか法人とかも今日ねエンジェルさんに教えていただいたら、ドバイでの法人割と簡単に作れるみたいな話もあるので、それもちょっといろいろ勉強しながらね行きたいと思って。で、今レナーズっていう今まで個人事業主でやっていたこの私の絵を販売とかなんだけど、最近周りでどんどんレナさんの周りでメタバース作ってくださいって言って清水道夫さんにお仕事をお願いできたりだとか、なんか講演会をお願いします、あと今源さんにもなんか能を作ってくださいみたいなお話をありがたいことに岩手の超徳寺さんからいただいたりとか、なんか生きてるとプラスアルファ私以外の方へのお仕事を作っていける感じもあるんですよね。なんでちょっとエンターテイナーとして私頑張って羽ばたいてですね、みんな分の仕事も作ってきちゃうぞっていう、そのレナーズの拠点川上さんも行ってるし、ドバイにするかみたいな、どう？タカちゃんこのアイデアいいと思います。いいですか？
よくね、インスタでね、なんかドバイ、なんか、うちの女性、あの、社長のプライベートとか言って、ジェット機に乗ってドバイへとか言って撮ってるのあるんですよ。だから、タカちゃんにも、ちょっとさっきやってくれたんだけれども、なんか私、女社長としてですね、そうです、皆さんの分の仕事取ってくるんで、で、まず私も頑張るんで、そうです、で、エンターテインメントで世界を救う。戦争とか、あと貧困とか、ストレートチルドレンの体験した子どもたちとも2週間一緒に暮らしたりもしまして、で、戦争中の子どもたちの取材もパレスチナとイラクでしまして、で、過去の映像を見て、そのやはり、広島原爆の被害に遭った子どもたちも、うん、今のパレスチナの子どもたちもなんか同じ顔をしてたんですよね。で、それを見たときに、子供たちにこんな顔をさせてしまう社会はおかしいって思って、で、根本的に差別や貧困、戦争、そういったものがない社会を作りたいと。てか、作るんだと。今、うん、私たちが夢を諦めないで作るんだって思いながら生きてきたんですよ。で、それを今こそ、その、アートの文化交流ということで実現する時かなと思って。そうですね。はい。もう右翼左翼とかいう、そういうレベルの話ではないんですよ。その、戦争という概念がないぐらい、みんな楽しいことする。楽しいこと。今日も楽しかったよね。楽しかったですね。美味しくって。美味しかったですよ。はい。ちょっとアトリエいつも美味しいんですけどね。いつも美味しいんだけど、今日は特にですね、なんかお刺身がね、はい、マグロもあったし、イカもあったし、ホタテもあったし、カツオもあったし。いろいろありましたよ、ね。私の手作りの卵焼きもあったし、そうですね、それをね、巻くんですよ。え、どんな形に海苔巻くのみたいな話もしながら、お話をね、伺いながら、めちゃ海苔を巻いて、楽しかったですよね。源さんが自ら海苔をね、こうね、炙ってくださって、ありがとうございました。はい、今日もアトリエカフェあるは平和で、平和ですよね、何話してるか分かんなくなったけど、こういうふうにいつも楽しくですね、ですね、世界中で発信をし合って、みんなが平等に、あなたの違いと私の違い、ここですね、でもそこがいいですよねとか言って、美味しいものを食べて、あの、音楽を聴いて素敵ですねとか言って、なんか誰かが作ったものを楽しんでるような、そうですね、もうそれが私が考える世界が楽園ってことなの。そうですね、うん、いい。で、まず私たちの半径1メートルはすでに楽園じゃないですか。そうです、ですよね、うん、だったらこの楽園をですね、なんか点々って広めたら、なんかすっごい大きなものを倒すとかね、別にしなくていいんじゃない。そうですね、うん、だんだんそういった拠点を中東、3月は中東にですね、あの、アリンさんとプリメリアさんと、あの、川崎陽子さんと、あ、なんか、あって言った、なんか、うん、あの、行ってきまして、すごいですね。そうですね、あの、クラブハウス社さんと一緒にですね、ワールドアートドバイ、参加してくるわけなんですけれども、あの、そういうふうに拠点を作っていこうと思う。おお、いいですね。はい。ですので、ぜひですね、皆さん、あの、ドバイ行き、まだですね、実は費用が足りてなくって、いやー、そもそも映画仕上げるのにあと400万必要だし、大変だなーと思いながら、あの、やってるもんで、ぜひですね、渡航費の支援ですとか、滞在費の支援をしていただきたい。で、応援を、していただいた皆さんには、あの、ドバイで描いた絵ですとか、私のアートをね、プレゼントしていきたいと思います。はい。あ、よかったねって。私も世界に行きたい。みんなを笑顔にする絵を描いて。野田由美さん、コメントありがとうございます。ありがとうございます。そうですよね。みんなを世界に羽ばたかせたい。そう。そのための拠点をレナタン作ってきますから、ぜひですね、増山レナを世界に送り出してください。よろしくお願いします。いやー、なんか本当にね、タカちゃんとお会いしたのが、去年の今ぐらいですか。え、もう1年経つ。そうです。1年経ちますね。なんかタカちゃんにあの時言ってもらったことを一つ一つ形にしてるよね。すごいですよね。ファンクラブも作ったし、ファンクラブ作って、ダイヤモンド会とか。本当に良かったよ。ダイヤモンド会、ね。すごいですよね。まさかできれたタカちゃんも持ってなかったんですよ。ダイヤモンド会作りますよって言ってね、まず
こういうビジュアルを作ったわけですよ。でなんかダイヤモンドだからって、でレナさんは、あ、今日ダイヤモンドつけてんの、あ、すごくないですか。こちら酒井ひろこさん、ダイヤモンドをプレゼントしてくださって本当にありがとうございます。ありがとうございます。増山レナはですね、いつも粗雑でバタバタして何かをひっくり返すって皆さん思ってると思うんですけど、それは変わっていきます。増山レナはダイヤモンドのように輝いていきますので、いつも本当にねダイヤモンド界の皆さんをはじめですね、多くの、支援者の皆さんにサポートしていただいて生きている私なんですが、やっぱダイヤモンドが似合う女性になりたいんですよね。あ、いいですね。で自分も磨いていくし、どんどん磨いて、あの周りの人たちもいつの間にかさらにイケメンに、さらに美女に、そしてその個人があの持っている力を一生懸命に生きたときに、やはり命は輝くんですよ。そうですね。それを私はダイヤモンドになるっていう、命をダイヤモンド化するみたいな、一人一人が持っている一番綺麗なところを輝かせていく、これが多分映画監督としても、うん、あの芸能プロデューサーとしてもあの役、お役目なのかなと思って。あ、いいです。だからタカちゃんも輝かせます。ちょっとその格好はどうなの、タレントさんとしては。今日普段言うちょっと気を抜いてるんじゃないの。そうですね、まあ、はい、うん、はい、まあ、普段のまま、はい、来れる場所なので来ちゃいました。はい、いや、ね、あまりいい洋服着てくると、うん、あの僕もドジっぽいんでね。いやでもちょっと頑張った方がいいかもしれないよね。濡らしちゃったとか。まあね、今日ね台所もね洗ってくださってね。いや、はい、そうですね、実はタカちゃんも夢あって、うん、あ、夢かない、いや、じゃあ僕ね、アイドルイベントよく行くんでね、握手会とか、はいはい、最近はちょっとコロナであれなんですけども、はい、まあお話し会とかがあって、はい、48の癒しになれればいいなと思って密かに狙ってます。いいじゃないですか。なんかタカちゃんと今度番組を一緒にやるタワショウジさんっていう方がいて、はい、タワショウジさんは、私タワショウジさんが結婚をするプロポーズをするその日にね、そうです、そう、絵を描いたんですよ。でタワショウジさんの夢を聞いて、タワショウジさんの夢は、沖縄にアイランドを作るっていうね、タワシアイランドを作るという夢で、でそのあの彼女さんに告白をしてプロポーズしたいみたいな話で、そんなの今すぐ行ってきなよって言って、愛の絵を描いて、じゃあ僕今からプロポーズしてきますとか言って、そしたら結婚されてね。で私はなんかダイヤモンド界とかファンの皆さんとかがやっぱり幸せになってほしいんですよ。でなので夢をどんどん叶えてほしいから、タカちゃん AKB の誰かと結婚してください。柏木由紀ちゃんと指原莉乃さんと、はい、いっぱいいますけど、谷口めぐちゃんとか、はい、あとはもうすぐ卒業しますけど、はい、姉の武藤トムちゃんとか、妹の武藤凛ちゃんとか、はい、うん、たくさん好きな子がいて、はい、STU の瀬戸内では石田千穂ちゃんとか、はい、元広島すごい東洋カープの売り子さんの、はい、滝野由美子さんとか、はい、あとはリーダーの今村美月ちゃんとか、はい、難波だったら今は阿部若菜ちゃんとかかな。で卒業してお洋服とかデザインやってる子は村瀬さえちゃんとか、うん、であとはコスメでやってる吉田あかりちゃんとか、みんないっぱい知ってるんで、うんうん、あとは SK48 の須田あかりちゃんっていう子が、やっぱタカちゃんそのキャラがいいよ。だからなんていうかアイドル評論家じゃないけど、ね、今誰が推しかみたいなのを語る、そうですね、なんかそういう何かの専門家的な感じだとメディア来るかもしれない。あ、だからで僕の夢はいつかAKB の誰かとグループと誰かと結婚することですとか言って、気持ち悪いなとか言われて、そういういじられキャラ、そうですね。でもなんか、いや、友達もね、アイドルが僕を癒してくれたので今度は僕がアイドルのみんなを癒す番ですとか言って、本人はピュアな感じ、ね、これいいんじゃない。だからアイドル研究家っぽいなんでよくあの方の YouTube 研究したりして、 で、ね、でもちょっとそろそろちょっとまとめに入りますね、はい、であとですね、
ちょっとこれ聞いてもらいたいものがあるんですよ。ちょっと聞いていただいてもいいですか？はい。これがですね、いきますよ。これが、私、なんとですね、なんと、こちら、この猫ちゃんのシリーズ、今、絶賛ですね、秋葉原のギャラリーで展示しているわけなんですけれども、こちらの猫のアイドルを作ろうっていう、ね、猫アイドルユニットプロジェクトっていうのが始動しているんですね。で、アイドル研究家のタカちゃんも一緒にね、こっちもじゃあお見せしながら、あの、アイドル研究家のタカちゃんも一緒に実現したいわけなんですが、そうですね、この、猫アイドルの企画、この絵実は、AI アートで描いてるんですよ。ですね。はい、これを、キャット GPT と名付けまして、で、あの、キャット GPT プロジェクトを始めました。で、こちらのテーマソングをですね、で、世界に羽ばたくドバイに行ってくるんですけど、この猫ちゃんもドバイに一緒に行ってきます。やった。ありがとうございます。そしてですね、はい、なんと、この、キャット GPT の連動したこの猫ちゃんが VTuber になって歌を歌うんです。で、それを歌ってる中の人は実は私で、うん、皆さんで、はい、こんないいですか、歌ってみた、やっていいですか、はい、歌ってくれます、歌えるかな。で、こちらはですね、草刈、誠さんに、プロデュースをしていただいた私の、曲へー、こういうのができてるんですね。できるかな。あれ、分かんなくなっちゃった。いけないかもしれない。ちょっと飛んじゃいましたか。ちょっと飛んじゃって。ちょっと楽しい。じゃあこれを見せてあげますか。そうですね。龍が行く風のように、はいはい、滅びる前この戦闇の中、はい、熱を帯びた、はいはいはい、この世界を、はいはいはい、戦い抜く、はい、骨と散るその日まで、はい、にこもれ落ちる涙こらえて我らのたまえにさあ吹雪舞い上げてゆく機内大地に立ち海の中雲を分けそんと組み起きるねえ、ねえ、なんのしないよ。この辺にしとこうか。でも、かわいい。かわいい声出しますね。ルレラ寒い寒い。ちょっと練習中でごめんなさいね。頑張ってみる。もうちょっと頑張ってみようか。もうちょっと頑張ってくれますか。あ、なんか、そうですかね。これか。なんだろう、なんかキーフレームレートが低すぎます。歌うまい、よかった。このどこだ、そうね、大地の公園、くずの香り、この世のため響かせろ太鼓の音、悲しみは無情に迷宮入りのからくりでも我らの魂に桜吹雪舞い上げてゆく麦ない大地に立ち脈を打つこの刀、青き星取り戻す宇宙の愛、ねえ、あう定め、この腕でこの足でいざ行かん、我ら魂
侍。ちょっとね、振り付け考えてくれる方とか、なんかそれが猫が動くとか、なんか僕も覚えます。覚えよ、一緒に覚えよ。私毎日歌うって木の草刈さんと約束したから、毎日歌ってみるね。うまくなる過程をみんな応援してください。どうすればうまくなるか教えてね。いや、毎日ドバイで歌手デビューだから、どこでも毎日歌手いいですね。ルカース、ヒースに神器の中で夢夢くまほアドナソメイシンに歴史に終わりはない、あの森、うん、あだ静かに沈んで見返すび喜びの赤、また立ち上がるんだ。揺るぎない大地に立ち、星たちが示す方へ迷うな、突き進め。炎を揺れ、この時代に和の心輝き出す永遠に。我ら魂侍。いいね、あ、素敵な曲ですね。素敵な曲。これをちゃんと歌詞をイメージして歌えるように、これちょっとタカちゃんにあげるね。え、いただいていいですか。うん、タカちゃんも一緒に覚えよう。あ、覚えます。で、おたげ作っておいて。ありがとうございます。で、なんとね、この曲のプロデュースや歌詞に関わってくれた方がですね、宇多田ヒカルさんのプロデュースとかをされてらっしゃる方なんですよ。で、私はこれからレコーディングの時にお会いしていくんですけれども、あのですね、ちょっと失礼のないように、長谷川、明、光一郎さん、そして、うん、作詞編曲が長谷川光一郎さんで、詞がですね、関口正人さん、草刈、誠さん、アリエラさんで、皆さん、プロフェッショナルの方がですね、作ってくださった歌で、この歌詞がいいじゃないですか。いいですね。この、我ら魂。炎を揺れ、この時代に和の心輝き出す永遠に、我ら、魂侍。ちょっと心を込めてですね、これから世界に出ていく侍のテーマソングっていうことで、心を込めて歌っていきたいと思います。そうです。え、これを世界に流行らせていきましょう。そうですね、ドバイでも。流行らせて。ドバイで歌ってください。はい。そしたら今日なんか岡本さんも私のために曲を作ってくださるっていうことになって、ね、そしたらもうコンプリートアルバムとか作りますね。だからみんな、増山玲奈に歌ってほしいとか、なんかどっかなんかの形で作ると思うんで、で、あとですね、夏はさ、いろいろあるんだけどさ、まあ、映画を仕上げるもあります、とても歌詞曲両方良いです。野田由美さん、ありがとうございます。で、ちょっと私の夢語っていいですか。私の夢は紅白に出ることなんですよ。来ましたね。はい。で、これで、ね、これで狙います。ちょっとメジャーデビューとかしてほしいよっていう。2番は英語が良い。なるほど。じゃあさ、岩崎さんに英語にしてもらう。岩崎さんと清水さん英語できるから、あ、二人に英語にして、それ野田さん、いいアイデア。グッドマンです。採用。もうね、レナタンの周りはもうすぐ採用されちゃうから、もう即時決めてノリで行くという ね感じで、じゃあちょっと
岡本さんの歌もあるし、私毎日歌っていこうと思います。もっとどう歌えばいいよとかあったら、ちょっと今はまだ下手っぴだと思うんですけれども、練習しますね。私カラオケでライラックは日本で3番目にうまかったんで。あ、そうなんです。そうなんですよ。あ、ご視聴いただいてありがとうございます。ちょっと頑張って YouTube もね、もっと頑張っていこう。カラオケでこの歌、はい、歌えると、そう、入ってもらえるようにちょっと頑張りましょうね。で、なんか歌ってほしい曲とかあったらどんどん送ってね。ご視聴 YouTube もチャンネル登録、いいねをお願いいたします。 Facebook もあのフォローお願いします。そしてですね、はい、紅白より世界のフェスに出た方がいい。なるほど、世界のフェス出たいなぁ。出たいなぁ。ちょっとアイドルになって歌え。サカちゃんも出たいです。サカちゃんも出たい。出ちゃいます。ちょっと二人で世界行くか。行きますか。行きますかね。そうですね。ちょっとみんなと一緒に出たいですね。ですね。というわけで、ちょっと毎日頑張って何らかんら配信していこうと思います。ね、ちょっと。そうですね、うん。毎日配信していただいて、はい、頑張れれる時に。そうですね。一緒に出ますんで、はい、皆さん応援よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で、ドバイの寄付ですね。私も行きたいって。そうですね。ちょっと野田さんもよかったら、ぜひ、送り出していただきながら、ドバイでもね、一緒に活動できたらいいですね。で、はい、猫アートなんですが、1万円で販売しています。そして、こちら。秋葉原で展示して販売してます。アトリエカフェあるにもありますので、ドバイ行きの資金となります。ぜひ皆さん応援してください。そしてドバイで滞在しながら、絵を描きます。ドバイ拠点で絵を描いて発信していきますので、皆さんの夢を教えていただいて、増山里奈は皆さんの夢を実現します。で、絵を描くことによって、応援していただいた方の夢も応援していくということで、ぜひ応援をお願いします。じゃあタカちゃんのポーズも皆さんに、でタカちゃん何着たらいいかとか、そういうアドバイスもぜひね教えていただいて、ポーズも考えてもらって、ポーズもなんか、僕がアイドルに癒されてきたから、今度は僕が癒す番だがいいと思う。そう、握手会とお話し会ではよく癒して帰ってくるんですけどね。お前バカかって突っ込まれるのもセットな感じで、そうですね、でもあくまでもう直球で、だって本当にアイドルとね、結婚したいんだもんね。まあ、できれば、ね、でだってね、お友達とそれが夢なんでね。50歳超えたさ、タカちゃんがさ、そんなことできたら、そう。なんかすごいドリームストーリーだから頑張って、これを指原さんと柏木由紀さんに報告しますんで、そうやってると誰かが夢叶えてくれるから。私も画家になったので、私も海外に行けるように応援お願いします。そうですね、野田さん、一緒に頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。あ、12日は野田さんと一緒にアトリエカフェオールで、ほう、じゃ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 ん、顔料をこんなですね、絵の具をその場で作ってオリジナルカラーを作ろうというね、このそういった、ワークショップやります。感性を磨いてね、ダイヤモンドに皆さんなっていきましょう。ダイヤモンド、ぜひね、いらしてくださいね。ダイヤモンド、次々いろいろイベントいっぱいなんですけれども、いっぱいありますね。いっぱいありますね。15日は専修大学で、ご住職のイベントあるんですね。これもちょっと宣伝しなきゃいけないんですけど、あとなんと10日もうすぐ出した、鎌倉の猫展っていうのがあります。こちらも私出展予定になってます。で、猫ちゃんがここでもね、鎌倉でも、で222はちょっとまずはアトリエカフェ R、 あとその秋葉原の、222にゃんにゃんにゃんの日ね、はい、でこれ投票できるっていうことで、222の日を秋葉原のミュージアムでもイベントやろうと思います。お、タカちゃん来て。あ、分かった、うん、時間ずらしてやってもいいしね。頑張って。ちょっと222の日はですね、はい、猫ちゃんの日っていうことで、ちょっとみんな猫耳つけて秋葉原の、ミュージアムにも来てくださいね。はい、ちょっと詳細また概要欄とか、送ってきますんで、ありがとうございました。ありがとうございました。応援お願いします。そして早速応援してくださった皆様、本当にありがとうございます。ありがとうございました。ちょっとですね、絵の方を送ったりして、応援していただいた方にはお礼に絵をお届けしておりますので、ぜひ皆さんと一緒に、いいですね、はい、夢を叶えていきましょうね。皆さんの夢もぜひ聞かせてください。はい、じゃあねー。ありがとうございました。ありがとうございました。クリームパンって何？クリームパンを。クリームパン？の缶食べてると幸せになる。あ、そういう感じか。ちょっと缶でクリームパンっていう。あ、そうなんだ。
ありがとう。はい、ありがとうございます。私のポーズもちょっと考えていただけたら嬉しいです。あ、そうですよね。いつもご視聴ありがとうございます。ね、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。OK。皆さんありがとう。